ていうのはお姉さんっていう意味で、韓国でこのヌナっていうのは実の姉とか親しい間柄の年上女性に使う言葉なんですよ。親しい間柄っていうのはアイドルが年上の女性ファンによく使う言葉なんよ。例えば、ヌナいつもファンレターありがとうとか、多くの日本女性がヌナって呼ばれることに胸キュンするのね。でも実は恋愛対象じゃない人に対してもヌナってめっちゃ使うんよ。だからみんな沼らないように。はい、そういうところ好きです。僕とデートしてください。今日も可愛いですね。